はい、では後付け実況やっていきましょう。今回のテーマはアンコモン収装。いやー、来ましたね、バージョンアップ。今回の調整で僕が一番気になったカードが収装、その次にこの超子、この2枚使っていこうと思います。いやー、こういうカード大好きなんですよね。さて、では見ていきましょう。相手は最高武力7に対してこちらは最高武力6。開幕はなので面でのぶつかり合いになるかなという感じですね。突破力が強い舞台っていうのがいるデッキではないので、お互いに。ただこちらは総武力30にしてますので、開幕ぶつき合って負けることはなかなかないかなと思います。周宗は制圧ゼロですが、制圧勝機を持っていて計略で制圧力を上げることができるため、まあ序盤に使えなくはないという感じですね。でここは四季さんのタイミングで周宗をある程度兵力維持したぐらいで打っていきたいと思ったので、一回下げて、で面で広がって塗りつつ周宗気合いっす、気合いっす。なんだこの計略名はと思いましたけど、ついに武力プラス4になりましたね。1コストが永続武力8で常にリジェネ状態と、まあもうギブの強兵が何だったのかというような、そんな感じの計略性能になりましたね。義の学神たちと比べて、まあちょっと槍兵であることを考えると、今まで他のカードに少し劣るかなという感じだったんですが、今回かなり計略が使えるようになったので、そうですね、あの計略での制圧プラス1とかも込みで考えると、1コストがまあ2コスト相応の戦力、しかもさらに常時回復がつくよみたいな、まあめっちゃ計略効果高いですよね。1コスト槍だからこそここまでの計略効果になったっていうところでもありますが、でここは、舞台を回して全員返していってカウンターを取りに行く感じですかね。でここで周宗が生きる感じですね。兵力回復があることによってここ弓を受けながら乱戦しても、自分より低い武力相手だったらこんな感じで、しかもこのまんま攻めに移行できそうですね。内乱止めれると美味しいかなというところ、止まりましたね。でここは超子で上げていって、相手は検定、ここ右の候補数取るか取らないかですが、ここ超子で取りに行こうとして迎撃撤退してしまうのが一番痛いので、試合自体いい流れで来ているので、ここは強引に行くよりはむしろ超子が刺さらないように。でここで舞台をはっつきに行きましょう。相手の武漢国の武力は上がってはいますが、兵力が万全ではないと思うので、ここはまあ藁の強みを生かしていきましょう。ここ伝与の向上は入りませんでしたね。ただ内乱は取れそう。ある程度超子で行けるところまで行って削って、まあ、兵力削ることで相手の次の攻めを遅らせることができるので、削れるところまで削って速度上昇を生かして帰っていきましょうという感じで、超子周宗ともに残っているので、次はかなり白兵の状態で優位に立てそうという感じでしょうか。でここは超子は止めて、確実には候補数から削りに行ってというところで、相手は感銘の長槍。孫権の突撃が入りそうなところを火器で止めつつ、武安国をこの強化の入っている2部隊で処理できればという感じで、周宗超子でこういう感じで相手の部隊を撃破していく。このデッキの、まあ、基本戦術はこんな感じかなって思ってますね。いや、今回の調整見た瞬間に、まあ、まず真っ先に思いついたのがこれでしたね。はまだ早い。2
2つの長時間計略を、まあ試合展開と相手のデッキによって使い分けたり、この2部隊、この強化した2部隊で倒していったりという感じで、ここも周走のいいところ、長時間計略持ちでありながら有望がついているので事故が起きにくいですね。僕みたいなあまり一騎打ちが得意じゃないタイプのプレイヤーにとっては、この一騎打ちでの事故が起きにくいというのはすごくありがたい要素ですね。で、ここは候補数を警戒して部隊を早めに下げに行きます。で、ここで撹乱弓戦法、候補数の知力をゼロにすることでバーストの効果時間を下げて、まあ相手が計略撃ったに合わせて連環叩く流れに持ち込めればという感じで、相手はここで官軍の大攻勢、士気防護、相手はここで候補数、戦軍一つとなりて敵軍を打ち破る。で、バーストが入って、こちらは火器で3部隊止めたいかなという感じ。ここなんですが、1回電位をくるっと回して相手の知力を1回火攻撃が入る部隊に当ててから、火器が一番効率的でしたかね。ちょっとここは甘いところでしたね。で、ここで長子が計略が切れてしまって、検定相手に勝てるかどうかというところで、ここで周走がようやく撤退。いや、周走いい仕事してくれました。ここで連環の方、聖兵再起、周走の効果時間を試合最終盤までほぼフルに使えた形になったのがいいですね。で、相手はここで、官名の新速攻、ただここは連環が入っているのでマウントされても大丈夫という感じでしょうか。相手ははっついてきましたね。で、ここで孫権の工場、ライドはある程度のところまで潜れていますので、あとは候補数と武安国に横弓を当てて、そろそろ知力ゼロの決起が切れてますね。なので、ここは候補数を弓で撤退させて、不安国も弓で撤退させて、こちらの勝ちという感じでしょうか。では、ここまで見ていただいて1T ありがとうございましたなんですが、今回もう1試合あります。もう1試合も同様に周走の活躍する試合となります。よろしければもう1試合見ていってください。それでは第2試合見ていきましょう。相手のデッキは、新陸村に石壁が入って、かなり脳筋に強く出れる形、相手は強化されたガサイが入っていますね。陸村を打って敵上に張っついたところ、ガサイで四季3武力プラス5を押し付けていく、そういうこともできる感じのデッキ構成ですかね。で、今回は相手の総武力がかなり低めで、かつまあ石壁だったりリクソンだったりがいて、かなり序盤取れないと厳しそうなので、序盤を取るために、奥義は将軍の方を選択しております。これは序盤取れそうにないかもみたいな流れだった時に、開幕強引に叩いてリードを取りに行くようですね。電与で周囲を踏めたのでかなり美味しいですね。これは開幕無理して叩かなくても取れそうな流れ。で、省庁が火器を刺してくれて、火器あれですね、あの女の子の方の火器ですね。一応ちょっとこの試合はこちらに顧問火器、相手の方はレア火器という風に言い分けていきましょうか。ライドウの工場が2発、さらに内乱も入りそう。電与の工場が1発、ここで内乱が入ってゲージリードは2割弱、かなりいい開幕になりましたね。
で今回は長子には、長子周宗には勝機をつけていません。で今回は小腸に血のりをつけています。基本的に相手のデッキだとまず素で防作が2枚、また副効果の方、城塞効果の方で縄文防作をせため計略系のデッキだと縄文防作を敷いていることも多いかなと思ったので、そこを読んで血のりを採用したのですが、相手の城塞効果は復活の駅でしたね。でここはちょっと、まあ、開幕取りに行った弊害としてリクソンは打たれてしまいそうかなという感じ。打たれる前にちょっとでも削れればというところ。ここは北陣を撃破。でここで相手は火炎の大号令で、こちらはどれだけ部隊の被害を少なめで帰れるかというところ。ここで相手のレア火器を迎撃取れたの美味しいですね。ただこちらも長子が落ちてしまい、小腸も落ちてしまいそう。こちらのデッキは総武力30と高めに持った弊害として若干知力が低めになってしまっているので、まあ強引に火炎を打たれてしまうと厳しいかなという感じでしょうか。で火炎の大号令が長いので、でここで知力が上がっている状態で踏ん張れ。武力上昇値が合計でプラス10、踏ん張れ強くなりましたね。四季さんで武力プラス5なので、こういった強引な工場取りに適している、非常にいいカードになったかなと思います。本人のスペックも、まあ、武力5知力5で防作が持っていて、まあ号令持ちとして考えれば、まあどうでしょう、そこそこぐらいですかね。でここでちょっとやばいなと思って、こちらは古文書きの加工橋、これ踏ん張れがどこまで続くか、ちょっと踏ん張れの知力依存はまだ僕が確認できていないので、それも込みでここ打ったんですが、踏ん張れ切れましたね。これだったら温存もできたかなっていう感じですね。踏ん張れがここで切れるのを把握していれば、下降居ではなく長子の方のギブの感激を選べたので、ここは僕の知識不足でしたね。でここはこのリードこのまんま吸ってしまうとちょっとあとあとめんどくさくなりそうなので、長子で塗り進めて内乱を取りに行く形を取りたいですね。で相手はレア火器、ただ相手の火器はこの試合2度迎撃をもらっているので、そこも込みであまり強気には来れないんではないのかなと思いますので、こちらもそれを想定した立ち回りを取っていこうと思います。でここで周宗のボディを当てて火器は真ん中から、やはり突撃ではなく、初めに乱戦してからという感じですね。これは序盤で相手のレア火器を迎撃取れたことによって精神的にかなり優位に立てているかなという感じでしょうか。でここで4枚入ったところで古文火器の加工橋で、ここはカッコ撃破していきたいところですが、どの部隊を選ぶか。ここは、一番ダメージを集中させれそうな位置にいるリクソンにダメージを集中させていったところで、相手は増援の方、四季防護、ここで防護が入ることによってリクソンが帰れるかどうか。もっと力を、リクソン取れましたね。で、こちらはもう一回加工橋、ここで加工橋を打ったことによって相手は石壁の対価を打ってくる可能性があるので、一度ちょっと周宗と長子が一緒に焼かれない形の位置を取ろうと思います。というところで相手は石壁の対価、どちらを焼いているか。長子柿川、うまくいかねえ。ゴンゴ、どうだ。でここで周宗のリジェネがいきますね。まず相手のレア火器を撃破で、次に電魚の弓と周宗の双撃を
北陣に当てて北陣も撃破。次はガサイですね。こちらも弓と周装のボディとの、ダメージを重ねて撃破。周装強いですね。これでいてまだ兵力がこれだけ残っているので、この計略のかなり強いところが出たのではないかなと思います。でここで伝与と周瑜が一騎打ちを起こしたところで、お相手様の後、まあ、降参が選ばれた形ですね。ここで投了が選ばれましたので、ここから先は早送りしていこうと思います。それではここまで見ていただいてありがとうございました。また今後もこういった感じで強化されたカードや、気になっているカードを使っていこうと思っておりますので、よろしければまた見ていただけると嬉しいです。それでは、ここまで見ていただいてありがとうございました。